どん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 やっぱりその積極的にその失敗を恐れずにいろんな人と話をしてみる。ようこそ YouTube のゆりです。せつです。今天邀请到了我的忘年之交せつさん。はい、こんばんは。是以前我在滑雪场打工的时候认识的。那我前几天有在 IG 限动上面募集问题，今天我们就要来一个一个问せつさん。まずは、はい、せつさんの鉄道コレクションは増えていますか？はい、最近入手したものは何ですか？はい、最近入手したのは、D51 の蒸気機関車のプレートです。其实谢子长他是一位非常热血的爷爷，超级铁道迷。为了要坐台湾各支线小火车，一个人到台湾去铁道环岛旅行。台湾には、日本にかつてあったローカル線の、はい、列車が走ってました。はい、それを乗りに行きました。僕が若かった頃に日本で乗ったような列車が今でも台湾で走ってた、はい、それを乗りに行きました。それも日本にもうないですか？もうない。おお、台湾宝持ってますね。そうそう、持ってますね。自分で言ってます。そう、そうです。それももう、台東線が電化されてしまうとその列車ももう消えちゃう。あ、ということで、乗りに最後になると思って乗りに行きます。それも最近消えていきますか？うん、だからもう、ね、もう今年はないかもしれない。今年、うん、もうすぐすぐじゃないですか。だから、どこ、高尾から、はい、台東までのローカル線が電化されて、はい、その機関車が消えちゃう、はい、古いのがね、ということで、最後だと思って乗りに行きます。すごいなんか若い心を持ってますねいやいや、せつさんが定年になっていても働き続けたい理由は何ですか？はい、私は、今年64歳になります。もう定年を過ぎてます。で、それを過ぎても働きたいっていうのはやはり自分のしたいことを、やってみたい。ただ遊ぶんではなくてそれを、一応仕事としてできればもっと緊張感を持って、はい、トライできるかなと思って、今もやってます。そういうことですね。やりたい仕事って今何されてますか？うん、今は、山で、小さな民宿をしてます。小さな民宿、はい、冬はスキー場でアルバイトをしてます。はい、そういうことですね。アルバイトですか？アルバイト、正社員とか？あ、正社員ではない、全然。あ、そうですか。うん、夏の間は自分の民宿をしてるんで、はい、正社員は通年で夏もやってるけども。夏は何しますか？スキー場の正社員だったら。それがね、スキー場のゲレンデの管理とかリフトのメンテナンスとか結構仕事はあるんですよ。はい、どこのスキー場で？僕は今、4年前から長野県のマウントのりくらスノーリゾートでリフトのアルバイトをしています。このところはどんな魅力がありますか？北アルプスという日本で一番高い山が連なっているところの、はい、に、のりくらという山があって、はい、そこで、ね、登山ができるし、夏は近くに上高地という、まあ、はい、行きました綺麗なところがあるんで、そういうところがすごく魅力的ですね。やっとやってる、経営してると言ってますけど、はい、始まるきっかけは何でしょうか？あのね、僕ね、30年前に大学で旅行の、カウンターの仕事をやってました。はい、でそうすると、学生がスキーに行くのに、はい、例えば今言った長野県のスキー場の宿のオーナーとかが、はい、売り込みに来るわけですね。でそこで一度、まあ、試しに来てください、無料で招待しますって言われてそこへ行く。そうして宿の仕事を見て、あるいはスキー場の仕事を見て、あ、将来こういうとこで働くのもいいなと思ったのがきっかけですね。おお、なるほど。でそれを長年ずっとできなかったけども、定年の年になって割とフリーになったので、はい、一度やってみようかなと思って始めました。宿を経営している間に一番印象に残っていることは何ですか？うん、そうですね、一つは宿というのは、いろんな仕事がある、はい、
表から見えない、はい、あのお客さんと楽しく会話をできればいいかなと思ったんですが、はい、結構裏方の仕事が多い。でこれを時間通りこなしていって、なおかつお客さんと楽しい会話を過ごす時間を作るというのはなかなか難しいことだな。でも私泊まった時楽しかったなと思いますけど。それはね、僕が他の仕事をサボっとったからですね。なるほど。部屋を始める前の20年間は配達の仕事をしてました、はい、ということで、相手は人間ではなくて物だったんですよね。運ぶ品物だったんですよね。でそうするとやっぱりあのお客さんと触れ合うっていうのがなかなかなかったんで、宿を始めて、はい、訪れてくれるお客さんと会話を楽しむっていうのはこれは本当に楽しい、ね、うん、私も人と接したりする、うん、まあ、接客業じゃないんですけど、うん、とりあえず人と会えることをやりたいんですよ、うん、あ、そうですね、うん、はい、でも今、うん、普通に会社入って普通に社員になって、うん、毎日見てるのはパソコンです。あ、そうですね、はい、それで、うん、あの自分やりたいこと、自分らしく生きていける道はどうやって見つかるんでしょうか、うんうん、難しいけどね、あのどうなんだろう、何にでも、はい、チャレンジしてみるというところかな。はい、でその中でいろいろチャレンジして、僕も、今年やでは4年目になりますが、まだ4年目ですね。4年目ですね。で、まあいろんなお客さんが来ていただきました。長いと思ってました。あ、今4年目です。はい、でいろんなお客さんが来てくれました。そこでいろんな失敗をしてます。あのわーっとこうあのフレンドリーに接すると、はい、あまりそれを好まないお客さんもいてる。いやもうあの一人にしてくださいっていうお客さんもいてる。だからいろんな失敗をしてます。そのグッと押して、そのおしゃべりすぎたり、あるいはあこの人おとなしそうだかなと思って放ってると、チェックアウトの時になってわーっと急にフレンドリーになってきたり、あ、はい、もっと昨日から喋っときゃよかったなとかね、はい、そういろいろそういう失敗をしながら、こういろいろアドバイスをくれたり、楽しい話を聞かせてくれたりっていう出会いがその中にいっぱいあります。だからどん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 やっぱりその積極的にその失敗を恐れずにいろんな人と話をしてみる、失敗を恐れずにいろんな人と話をしてみる。もしかしてお客さんが来た時に、うん、なんかアンケートみたいなもの、うん、私生徒さんと喋りたいですってチェック、それか手取りにしてくださいってチェック、いや、やったらいいけどね、なかなかね一人にしてくださいという人はね、そういうアンケートには答えない絶対に。それは、いろんな宿でいろんなこうあのなんていうかなプランをやってると思うけども、はい、例えば雑記帳ノートを置いてみるとか、そういうなんかこう喋るきっかけの何かこう小物を置いてみるとか、はい、ね、あの楽器を置いてみる、ギターを置いてみるとかピアノを置いてみるとか、まあ、テレビを置いてみるとか、はい、そういう何かあのきっかけをどん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 その宿の中にこう散りばめていくという、はい、そういうところが、必要かな。でそれがお客さんとピタッとマッチした時はよっしゃっていう感じですね。それがなんか宿の醍醐味かなっていう感じはするかな。楽しそうですね、そうですね、裏では大変ですけどね。それはまた経営また別の話、ね、一番したいこと、うん、これは実現したいというところに絞って他のものをどんどん捨てていく。絶とかあったらどうやって乗り越えますか、うん、思いっきり泣く。泣いて泣いてスカッとしてビール飲んで寝る。ビール苦手です。ありがとう。